ハジも暇なんやけど何したらいいと思う？アニメ見ようぜ。こんにちは、はじめ社長です。というわけで2020年ももう12月いよいよ終わりということなんですけども、皆さん今年1年どんな1年だったでしょうか？まあ、間違いなくコロナの影響で家にいる時間、自宅にいる時間が相当増えたと思うんですけども、僕の自粛期間中の思い出といえばもう筋トレかゲームかアニメ。今年はもう本当に家にいる時間が長かったからアニメ見る時間がすごいあったんで、こうアニメ見ました。ちなみに僕アニメ大好きです。結構アニメ見てるんですよ、こう見えて。よく見た目はなんか陽キャっぽいって言われるけど、結構中身は陰キャなんで、結構そのアニメとかゲームとかいろいろやっちゃったら、遊戯王カードも大好きですね。もともとインドアな人間だから、自粛期間中なんかそんな不自由なこと感じることなく、結構有意義に時間を過ごすことができたんですけども、その中でもアニメ、あえて今回の動画ではこの2020年今年に放送されてたアニメの中から、僕の独断と偏見と、見たことないアニメもあるし、なんか思い入れが強いアニメもあるから、ほんとね、人によってはそれはないわとか思うことがあるかもしれないんですけども、それでも言わせてください。はじめ社長が選ぶ2020年のアニメベスト5行っていきたいと思います。すごい偉そうに総評させていただきますと、2020年のアニメめっちゃ良かったです。なんでだろう、見てる時間が長かったからかな。本当になんか今年のアニメやべえなってぐらい盛り上がってた気がしますね。というわけで、ぜひアニメが興味ないよって人も、アニメ興味あるよって人もぜひ見てってください。では行こう。とりあえず映画とかはなしにしましょう。今年はもう映画といえばね、放送されてる普通のアニメの枠でとりあえずトップ5決めていきたいと思います。いや結構見てるんで、一回考えさせて。パッとおすすめしたいアニメって言われたら、今13個出てきました、今年分だけで。いや今年はマジで豊作だったです。本当に面白いアニメが非常に多かったんですけども、僕のこの思考としては、結構恋愛ものが好きなんですよ。男女がイチャイチャしてるのとかめっちゃ好きなんで、そういう偏りはちょっと起きるかもしれません。あとちょっとダークな話も好きです。割と昔は結構その萌え系というか可愛い女の子たちのアニメが好きだった時期もあったんですけども、最近なんか大人びてしまったせいか、ちょっとなんか暗い話とか、暗い話かめちゃくちゃ明るい話かっていうこの偏ってるのが結構好きだったりしますね。ちょっとランキングむず、ちょっと人気どころ避けよっかな。人気どころ避けますね。呪術廻戦とか炎炎の消防隊とかもうみんな知ってるじゃないですか。ちょっとみんな知ってるみたいなやつ抜くわ。すいません、もう本当にね、有名どころ全部抜きました。いろいろ考慮して、みんなに勧めたいアニメランキングベスト5にしますね。では発表いたします。はじめ社長が選ぶ2020年のアニメ第5位は、波を聞いてくれというアニメでございます。俺個人的にめっちゃ好きだったんだけどな。ラジオのお話なんですけど、女性の人がラジオパーソナリティをやる仕事なんですよ、ミナレちゃんっていう子が。ラジオっていう題材がまず珍しいですね。なかなかラジオのアニメとかラジオのお話ってないと思うんですけども、ラジオを題材にしてるものをどうアニメに落とし込むかっていうので、すごいなんか見てて面白かったです。北海道札幌市を舞台に、主人公がひょんなことからラジオパーソナリティとしてデビューし、奮闘する姿を描くというアニメでございます。俺は結構好きでしたけどね。なんか男女関係のあれこれがあったりだとか、元彼がすげえクソだったとか、そういう話をついついラジオで言っちゃって、なんか すごいことになっちゃうとか、なんかいろいろあって、俺は好きでしたけど、結構多分大人向けかな。バトル系とかが好きな人はちょっとあれかもしれないですけど、結構落ち着いてる系なんで、ちょっと大人の方とかにはすごいおすすめです。主人公のミナレちゃんっていう女の子がすごいトークが上手でして、見習いたいです。続いて第4位です。4位は、これはもう泣きましたね。ボロ泣きした覚えがあります。2020年1月放送、ソマリと森の神様第4位でございます。ソマリは良かったな。まあそもそもの話で、もう人間っていう人っていうものがもう絶滅に瀕してて、イケと呼ばれるそのモンスターみたいな人たちが住んでる世界の話なんですけど、主人公のソマリちゃんっていうちっちゃい女の子が人間で、人間でだけで迫害されるから、もうなかなか入れないんですよね、その場所に。でそのソマリと森の神様っていうタイトルにもある通り、森の神様っていうゴーレムなんですけど、ゴーレムってちょっと感情が薄いと言いますか、ロボットっぽいゴーレムっていう人がソマリちゃんと出会って、なんか守らなきゃいけないなっていう本能が働いて、ソマリちゃんを守って旅をしていくっていう。で旅の目的がそのソマリちゃんの親を探すっていう感じなんですけど、すごい温かい話ですね。ソマリちゃんちっちゃいんですけど、ほんとすごい可愛くて、森の神様ゴーレムが本当になんか感情を表に出さないんですけども、すごいソマリちゃんのことを大事にしてるっていうか、すごい感動するし心が温かくなるお話です。もうちょっと思い出すだけでうるっときますし、オープニングとエンディングもまたいいんですよね。泣きたいって人はぜひ見てみてください。続いて第3位、なんだろう、俺なんか今年感動するアニメがちょっと旬だったのかもしれませんね。第3位、隠し事でございます。漫画家の男の人の話なんですけども、娘がいまして、その
パパと娘の話っていうか、お母さんがもういなくて、でパパはお仕事頑張ってるんですけど、その書いてる漫画がちょっとそのギャグというか下ネタというか、娘の学校に広まっちゃうとバカにされるような漫画を書いてるから、お父さんはその漫画家の仕事を娘に内緒にしてるんですよ。それで書く仕事、漫画を書く仕事と娘に書く仕事をしているが掛け合わさって書く仕事っていう、ちょっとかかってるおしゃれなタイトルなんですけど、まあこれも結構家族の話ですね。すごい温かい話なんですけども、チラッチラッとなんか影のある要素が含んでて、最終話につれてそれがどんどん分かっていくんですけど、娘とお父さん、そしていなくなってるお母さんのなんかすごい隠された関係、これ以上言いません。基本的にはなんかのんびりしたコメディチックなアニメなんですけども、裏でそういう大事な話が進んでいくっていう、なんか二度美味しいアニメでした。あと絵がとても綺麗でした。こう家族の温かみというか、ほっこりする話でしたね。俺今年癒し求めてんのかな。なんか癒される系の話が多いんすよね。もちろんソードアートオンラインとかダーウィンズゲームとか、異世界ものだったら防御力極振りとか、今年特に好きだったのはそういうなんか癒される系だった気がします。続いて第2位、彼女お借りします。好きでした。木下和也くんという大学生の主人公がいるんですけども、大学でそのイケイケゴーゴーで作っちゃった彼女、陽キャの彼女がいるんですけど、振られちゃって、めっちゃ好きで、その振られて超悲しくて、その寂しさを紛らわすがためにレンタル彼女というものに手を出してしまって、でそのレンタルした彼女がめっちゃ可愛すぎてちょっと好きになっちゃったよみたいな、けど元カノのことも忘れられないよっていう、若干主人公がこうちょっとフラフラしちゃって、ちょっとそこがこう、おい、いけよとかなっちゃうんですけど、キャラがとっても可愛いんで、そこはもうバッチリ大丈夫です。4人ぐらいいるのかな、ヒロインが。まさに絵に描いたような男の子が好きそうな話でした。レンタル彼女っていうのを題材にしてるのが非常に良かったですね。男の子は好きです。いや、今年俺はこれが結構好きでしたね。おすすめです。では、栄えある1位です。すいません、ちょっと変化球かもしれないですけど、俺は今年はこれが一番良かったかな。個人的に今年一番好きだったのは、第1位イエスタデイを歌ってでございます。大学生、大学生か大学卒業したあたりの人たちにぜひ見てほしいなっていうアニメでしたね。主人公がとりあえずその大学卒業した後になんかこうふらついちゃって、コンビニのバイトをずっとしてるフリーダーツックな感じの生活をしてるんですけども、そこに現れる大学生の時になんか同期で仲良かったしなこちゃんっていう女の子が学校の先生になって立派に働いてるわけですね。けど主人公ちょっと好きだったから、そこにこうなんかふらつきつつも、もう一人こう若い女の子も出てくるんですよ。主人公のことすごい好きなまたラブコメ、まあちょっとラブコメっぽいんですけども、なんか世界観が好きでしたね。アニメのタッチというか音楽とかがすごい優しくて、世界に入り込めた感じがありましたね。俺はなんか大学卒業してなんかしたいことないなって、こうなんかモヤモヤしてる中で、この先どう進んでいくのか、ずっとバイトしてるわけにはいかないよっていう、この葛藤する主人公と、まあその女の子2人との関係とか、なんか結構現実味の、いやそんなモテないですけどね、やっぱそういう話なんで変にモテまくるんですけども、なんか割と現実味があるというか、すごいなんか良かったです。やっぱ先生の、大学の同期の先生のしなこちゃんがすごい奥手で何もしてこないんすよ。おいおいおい、もう男女で二人同じ部屋にいるんだったらなんかしてくれよみたいな、そのなんかみたいな、このもどかしい感じがすごい僕は楽しかったです。思春期を超えた男女の恋愛と人生な話でしたね。音楽も、音楽と絵のタッチも含め、僕はすごい好きな作品でした。まあ以上のこちらが僕が選ぶ今年のベスト5です。ただもう王道というかはちゃめちゃに人気のやつとかは結構省いてるんで、でももちろんこの5個も人気なんですけど、ちょっとぜひとも見てほしいなっていう作品がこちらでした。いや今年はすごかったね。もうアニメ日暮らしもやってたし、ソードアートオンラインもやったし、永遠の消防隊の2期、呪術廻戦、そして進撃の巨人のファイナルシーズン、すごいよ。なかなか最近もまたコロナが流行ってきてるんで、外に出たい気持ちはわかるんですけど、ぜひ年末とかお時間あるときはアニメを見て過ごしたらいかがでしょうか。この5個は本当おすすめですし、おすすめのなんか年齢層とかも一応伝えたんで、ぜひ自分が当てはまるなと思ったら見てみてください。じゃあな。